僕たちは今日韓国語能力試験に AKA トピック E ってのを受けようと思います。はい、トピック E ってのはね、あの300点満点中120点取れば3級合格、なるほど、150点取れば4級合格、うん、190点以上取れば5級合格、はい、そして230点以上取ると最上級の6級合格っていうわけですね。なるほど。というわけで今日僕たちはそれぞれ目標を定めました。はい、まずマサッシは150点4級合格を目標です。4級ね、はい、で次ユウスケは190点5級を目標で、はい、そしてガヤちゃんは最上級の230点6級を目標に頑張っていくと思います。いいね。それでですね、今回それぞれ定めた目標をね達成できなかったら、うん、なるほど、罰ゲームをやろうと思います。はい、というわけで、はい、どんな罰ゲームをやってほしいかってのコメント欄に、なるほど、コメントお願いします。お願いします。はい、クロン、はい、マスちゃん、ガンちゃん、ユウちゃん、トピックタラオンダイエーイ。はい、というわけでコメントよろしくお願いします。お願いします。お願いします。小島